ハニュー・ズル、プロのアスリートになるの真意。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハニュ選手のファンへ情報をご提供させていただきます。ハニュー・ズルとは何かの呪問。6月に開催されたアイスショー、ファンタジー・オン・アイス2022のパンフレットの、ハビエル・フェルナンデス。スペインとの市場対談で、ハニュー・ズルは、競技選手とプロスケーターの違いを質問していた。 それに対し、フェルナンデスはこう答えていた、競技をやめると決めた瞬間から、新しい人生が始まったなと感じ、生活も一日でガラッと変わった。それまでとは、生活のすべてが変わり、まるで扉を開けて、新しい世界に一歩踏み出していくような感覚だった。その変化を実際に体験した羽生は今、どう感じているのか。8月10日にアイスリンク仙台で開催された公開練習、シェアプラクティスの後、 個別インタビューでこう話した実際に自分がプロスケーターになってみると本当に忙しいですね。自分で色々と考えて色々なことを進めていって、これから演技をしていくにあたってもどういうふうに皆さんに見ていただきたいか何が皆さんにとって羽生譲るなのかということをまた改めて自分に問いかけました。7月19日のプロ転校の発表会見の後は緊張しながら生活していたという。 自分としてやらなければいけないこと、プロとしてやらなければいけないことを考える必要があった。囲み取材での羽生の話だ。今まで人任せにしていたものを自分から率先して考え、やっていかなければいけない。そういうことが結構あって、睡眠時間もだいぶ減ったなと思います。それに気持ちの中では、競技者よりもすごくハードな練習をしなければいけないと思っていて、実際にしています。 これまでは試合に追われながら頑張ってきましたが、今は何か皆さんの期待を超えたいという気持ちもあるので、すごく大変だなと思っているけど、とても充実した日々を送れています。プロのアスリートになるの真意、決意表明の場として開いた7月の会見で、羽生のこだわりが感じられたのは、プロのアスリートになるという言葉だった。その真意を改めて問うと、こう答えた皆さんが応援してくださる声の中に、 やっぱり難しいことにチャレンジしていること、本当に失敗を恐れずずっとチャレンジし続ける勇気とか、また絶望から立ち上がるところ、そういうところに対しての応援というのが大きかったなと思いました。もちろん自分のスケートに対しての応援というものもあったとは思いますけど、何かそこもひっくるめて全部大切にしていきたいと思ったんです。だからこそ、プロのアスリート。引退ではなく、もっと上手くなりたい。 もっと強くなり続けたいという思いからです。プロ宣言後の初めての公の活動となった今回の公開練習を公式 YouTube チャンネルでライブ配信したのにもプロとしての思いがあった。自分がこれからプロとして活動していくにあたり、練習の後継や4回転アクセルに挑戦していくところを見せる機会はなかなかないなと思っていて、それでも自分の練習を見たいと思ってくださる方もいますし、その中で自分のアスリートらしさというか、 根本的にある、さらに追求し続ける姿みたいなものを見ていただける機会になればいいなと思い、練習を公開するイベントを作ってみました。公開練習で、ぴょんちゃん五輪のリベンジ、ライブ配信のため、使用曲の判刑の問題もあり限られたプログラムになったが、テントチトや、ホープンレガシーも演じた今回、目標にしたのは、2018年ぴょんちゃん五輪で優勝した時のフリー、生命を、当時演じようとした構成で、ノーミスの滑りをすることだった。 羽生はこう説明した。やはり、ピョンチャン五輪の生命のイメージが強いと思いますが、あの時はノーミスを仕切れたわけではなかった。もちろん、リカバリーとかがうまくいったと思う点はありましたけど、あの時に本来したかった演技というのは、足首の状態もあって全部はできなかった。あの時はそこまで確率は上がっていたわけではないので、今の自分はあれから成長しているところを見せたかったというのが一番強かったと思います。 トンチャン五輪では演技後半の4回転トーループで着氷を乱して3連続ジャンプにできず、次の連続ジャンプの予定だったトリプルアクセルに1回転ループと3回転サルコーをつけて3連続ジャンプにした。今回の練習では、1回目の挑戦はステップシークエンスの後の4回転サルコーでミスをしてそのまま曲を流し続けたが、終わるとすぐに2回目に入り、 4回転サルコープラス3回転トーループを決めた後の4回転トーループが両足着氷になって、あーっと叫び声を上げた。だが、続けてスタートした3回目の挑戦では最後まで滑りきり、目標のノーミスを達成。今日はちょっと気合が入りすぎて空回りした部分もあったかなと思うけど、本来の練習でも3回続けて練習するみたいなことはやっているので、 実際の練習形態に近いですね。羽生譲れとしての幅を広げていきたい。羽生はそう言って納得の表情を見せた。それ以外にも、ホープレガシーの曲かけでは、冒頭の4回転ループに3回転トーループをつけて連続ジャンプにしたり、4回転アクセルの挑戦も見せた。その意図をこう説明するループの方は、本当は4回転ループププラス3回転トーループにするか。 4回転ループプラストリプルアクセルにするか迷ったんです。でも今日は生命のノーミスが目標だったので、ループプラストループくらいにしておこうかなと思いました。まだ本番で組み込めるほど確率は高くないし、これから自分がやっていきたいと思う活動の中でその難易度のものをやる必要があるかとか、競技の場だったら得点的にも美味しくないと思うとやる必要はないかもしれないけど、ポテンシャルとしてここまであるぞ。 というところはちょっと見せたかったんですまた4回転アクセルに関してはこう話す4回転半はできればプログラムの中で飛ぶ機会があったらなというのは思っていますでもまだそういう確率にもなっていないですし正直今回もやったけど頑張っても全日本の頃の4回転半くらいにしかなっていない負担がかなりかかるジャンプだけどそういう意味では今は全日本の頃より左足の状態もいいし 右足首もだいぶ良くなってきてこうやって挑戦できているのでこれからさらにピョンチャン五輪の経験やそれまで培ってきた経験学んできたことなどを生かしてもっと上手くなれたらなと思います挑戦し続ける今の自分の姿を見せたいと練習を公開した羽生今後の活動については会見後からやっと動き始めたので今はめちゃくちゃバタバタしている状態というがこれをやりたいあれをやりたいというのが少しずつ決まってきている 年内には形になるめどがつき、その練習も始めている状況ですと話す。新たなステージは、正解が得点や順位という結果で出たこれまでの世界とは違う。ましてや難度の高い技術を入れていくという点でも、未知の世界に踏み出すということだ。そして、その場では、競技の時よりもさらに一つ段階を上げ、キアも一つ上げた演技をしていかなければいけないとも決意するが、 その難しさは計り知れないものがある。やっぱり難しいなと思えるからこそ楽しいんですよね。もちろんプロになったら失敗できないというのはあるし、結果という形がないからこそ怖いところでもあると思うんです。でもその結果というのは、これから応援していただく方々が、また見たいと思ってくださるかどうかが、すべてだと思っているので、それをちゃんと出していかなきゃいけない。 難しさはあるけど、それを追求するのが、やっぱり羽生結弦なのかなと感じています。そのためには、過去や常識にとらわれない、新たな想像力もさらに必要になってくる、いろいろなことを勉強し続けなければいけない。バレエだったり、ダンスだったり、いろんなことを勉強していって、さらにフィギュアスケートとしての幅を、羽生結弦としての幅を広げていきたいと思います。羽生が公開練習を、シェアプラクティスと名付けたのは理由があった、イベントでありつつも、 戦い抜く姿を見てほしいというのがテーマとして大きかったので、練習という単語を外したくなかった。それに皆さんと共有してそこで一緒に戦っていけると考えたとき、シェアというのが自分らしいかなと思ったプロのフィギュアスケーターとして新たな道を切り開こうとする、羽生結弦の第2ステージはここからスタートする表現者、羽生結弦さん。葛藤の先にまだまだできる未来予想図フィギュアスケート男子で2014年ソチ。 18年ピョンチャンオリンピックを連覇し、7月にプロ転向した羽生結弦さん、27が10日、毎日新聞の取材に応じた。本人の希望で同日の公開練習に参加した各社に対応したため、許された取材時間はわずか5分。だが、それは濃密な300秒だった。フィギュアの醍醐味を自問、どうしても聞きたいことがあった。表現者羽生結弦と、競技者羽生結弦の狭間で。 葛藤を抱えていなかったのか、プロ転向を表明した7月19日の記者会見、そして今回の練習後の囲み取材。採点されることから解き放たれたかのような、清々しい表情が印象的だった。だからこそ、羽生さんのマネジメント会社関係者による取材開始のアナウンスと同時に、率直に質問をぶつけた。羽生さんは、これまでのように頷きながら耳を傾け、少し間を置くと、 流れるような語り口で胸の内を明かした。例えば、プログラムのバラード第1番だったり、生命だったり、あの、トョンチャン五輪のシーズンで PCS、表現面などを評価する演技構成点の限界値に達することができた。それって僕にとっては努力が報われた瞬間だったし、僕自身が目指しているジャンプと、トランジション、技のつなぎとスピンと、という全ての融合みたいなものが、 なんかピタってきた瞬間でもあったんですよ。それが評価してもらえたのがすごく嬉しかったんですよ。そこからさらにもっともっとこうやろう。ああ、やろうとやっているにもかかわらず、PCS というものの限界がやはりあるので、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願い。